しがて、や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 しがて。ゆきと、なのの、やしがテイスト。はい、最後水曜中華なんちゃって、今週も始まりました。ゆきとナナの癒しがテスト、お相手はゆきとと。ナナです、よろしくお願いします。はいよ、なんちゃって、なんかね、今日も始まりましたが、はい、雨でございますな。ねえ、なんか梅雨って感じですね。梅雨ですな、本当に。ナオミカンバーク、梅雨知ってるこの曲もう皆さんご存知の曲を梅雨バージョンでお届けいたしました。そうそう、皆さん大好きな梅雨の歌でございますが皆さん大梅雨の歌ではない、ないけどね全然ないけどねじゃあもう今日は何喋るか、はい、ね。あ、早速カープボーイさんからご挨拶。あ、本当、あら、ありがとうございます。ゆきとさん、ななちゃん、ななみちゃん、皆さんこんにちは。こんにちは。今 iPhone の湿度聞いたら 96% って。そうよね、今日もジメジメですね。本当よ。して、ハエバルに浦島太郎のお墓あるってよ。浦島太郎の、すごい、マジ、ねえ、そうなんだ。へえ、すごい、初耳。うん、すげえな。からのリクエスト。あ、はいはい。筋肉少女隊で元祖高木ブー伝説いいね、お願いします。じゃあこれ、まなみちゃん、さあ、そうですね、早速もう準備しておいていただいていいですね。筋肉少女隊、筋肉少女隊はなんだっけ、略して筋少、筋少って言うんですか、略して筋少って呼ばれてたような気がする。うーん、僕ちょうど中学生ぐらいだったかな、流行ってたの。あ、じゃあもう青春真っ只中のバンド。そうそうそうですね。俺にカレーを食わせろまたカレーの話だってもうそれしか思い浮かばないんだもん。あ、もうカツカレーの伏線がで、あれをちょっと歌詞変えて、はい、あのドリンクの飲み物のチェリオってあるでしょ。はい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 。チェリオ、カレーをチェリオに変えて、はい、CM でやってましたよ。へえ。俺にチェリーを飲ませろって。俺は、俺はいつでもなんとかにこだわるんだぜとか言ってやってて。チェリーをって。チェリーを。よくあったよね、昔。あの、今もあるのか、あの、うんうん、あのアーティストさんの曲をさ、この CM の、商品名にして。ああ、あります。ある今も。あるかな、今あるかな。うん。あんまりなんか、聞かない感じしない？そうですね、うん、俺らがね、学生の頃結構あったけどね、うんうん、そうそうそう、チェリオはね、めっちゃ覚えてる。金賞めっちゃ好きでしたよ。金賞、あ、で、ほら、大月健二さん、はい、筋肉少女隊のボーカリスト、はいはいはい、ラジオ番組やってたじゃないですか、オールナイトニッポン。あー、はいはいはい、聞いてたんですよ、私。聞いてました、リアルタイムで。中3かな、うーん、高1かな、中3かな、はいはいはい、中3ぐらいの時、はいはい、あれがエロかったんですよ。あ、そうなんですか、はい、へえ。夜中でいいの、これラジオで放送してみたいな。あら、まあ、だから大好きでした感想としては、感想としてはもう僕のバイブルですね。ザバイブルに、多分ね、リスナーの方もバイブルの方いらっしゃるんじゃないですかね。そう、なんかね、あの頃から俺ラジオ好きでね、はいはい、とかやっぱ結構聞いてたなーっていうのがね、うんうん、ずっとあるからね。はいはいはい。こういうなんか番組も持ちたいってずっと昔から思ってたんだよね。お、夢叶う。叶いましたね。うんうん、よかった。FM ギノワさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しいよ、だからラジオは、ね。割にあまりテーマはそんなに考えない。そう、テーマ何も考えてない。今日テーマ何する？そうですね。うん、なんかまあ、私は先週親知らずを抜歯したので、ついに。あ、そうだそうなんですよ、親知らずね。そうなんですよ、親知らずって、痛いじゃない。そう、あれなんで親知らずって言うんかね。そう、乳歯が、乳歯の過程がなくすぐ生えてくるからか。あれじゃないですか、
なくすまでその痛みがわからないからじゃないですか。キャーなんていい、いい例え方をするんでしょう。座布団1枚3枚ぐらいあげたいね、座布団ね。素晴らしいこと言ったね、今ね。我ながら、おー、親知らず抜いて調子がいい。すごいね。いつまでもあると思うな、親と金ですな。イエス。あ、素晴らしいですね。そうなんですよ。じゃあもうお父さんお母さんに優しくしないといかんな。そうなんですよ、もう、ね、本当に。でも親知らずが、私この親知らずってあの大きく2つに分けて、うん、縦にまっすぐ生えるタイプと横にこう奥歯に当たって生えるタイプっていうんですか、はいはいはい、伝わるかな、あると思うんですけど、私横に奥歯に当たって生えるタイプだったんですよ。はい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 。で俺はここにいるぞって、そう、もう、もう俺はここだと言わんばかりにガツンと当たって生えてるみたいな。そうで、やっぱり結局もう歯茎がちょっと後退してって、うん、結構出てきてる状態だったんで、はいはいはい、そうこの親知らず自体がちょっと虫歯になっちゃってて、うん、もう早めに抜いた方がいいですよとは言われてたんですけど、まあ、このご時世ねコロナじゃないですか。そうね、なかなか病院に行きたくても行けず。そうなんやな。で、まあ、意を決してこの抜きに行こうと思ったのが先週になりまして。先週になりまして、いよいよも決戦当日。決戦当日、はい、あの小気麻酔っていう、うん、あの鼻から吸う、ちょっとなんていうのかな、お酒に酔った感じになる麻酔、やられたことある方もいらっしゃるかな、うん、それをしてで麻酔のこの注射を打っていざ抜くんですけど、はい、もうすごいです。なんかこう台にこの足をかけてこう引っ張られてる感覚、はい、うん、絶対そう絶対そう絶対やってる。そう、うわーってなってわ、うん、かる。そう、そうなんですよ。わかる。でしかもこの親知らずについて調べたらわかるんですけど、歯茎の根元がまっすぐのタイプと湾曲してるタイプが、はい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 、私まさかの湾曲してるタイプだった、うん、釣り針みたいなやつな。そう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 、うん、クリンって曲がってて、うん、クキってな。そう、これが曲がってるねって言われながらなかなか取れず、よく釣れそうだねって言われながらね。そう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 、もう大物釣れそうだねって。ナナちゃんの親知らずは大物釣れそうだね。もうそのまま餌にしてから釣りに行こうかな。口の中で釣りが展開されてる。釣れてるのは私ですって思いながらパーって日本海みたいな、ね、7回みたいな。でもそこそこはちょっと どうなんですか。どう、7回そうで、やっと抜いてきまして、親知らずな、お疲れさんでございました。そう、抜き、抜いたことあります？4本あります。4本4本抜いたことある。全部でね、はい、もう分かるよ絶対あれね、僕ら私たちが患者さんが座っている、はい、眠っている椅子に足かけて。やっぱりそう思うんですね、みんな。足かけて引っ張ってるよ、抜かれた人は。そう、一応本当にその衝撃なんですよ。もう顔が引っ張られるもん。そう、なんかちょっと押されたり引っ張られたりのこの力がすごいんですよね。親知らずはそれだけすごいっていうことよ。うん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 、うん、あれ4本やったからね。で4本抜いたらさ、うんうん、もうないじゃんって思うわな。親知らずそうマックス4本じゃないですか。じゃないって。え、もう1本出てきたって俺。嘘でしょ。親知らなすぎる。知らなすぎるよ。本当かよって。嘘、そんなことあるんですね。ね、衝撃。衝撃だよ。俺今ずっと歯医者また通ってるから、はい、その歯医者さんに言われて、親知らずって再生するんですね。ね、俺も分からんけどさ。ゆきとさんまたもう一本生えてますね。嘘でしょ。歯医者さんもびっくり。歯医者さんに最近言われたんだよ、2ヶ月ぐらい前に。ここ最近の話ですか。そう、ずっと歯医者通ってるから。で、これは大きい病院に行かなくても抜けれるんだって。あー、はいはい、あ、歯医者さんで対応できるぐらいのやつなんだって。あー、じゃあな、 割となんかこじんまりとした親知らずなのかな、ですかね。でももしかまっすぐ生えてるとかですかね。まだねそこら辺よく分かってないんだけど、うんうん、最近しょっちゅうレントゲン取られるわけよ。いや、人体の不思議と思われてるんじゃないですか、やっぱり。もうやめて、レアケースだから写真たくさん撮っとこって言って。レントゲン取られるたんびにもうお金高い高い。やめてもう。大志さん、あのお会計の方もお手柔らかによろしくお願いします。お会いそう。やばい、活用してる。お会いそう、お願いしますって。今日のこのベルがあるんですよ。なるんすよ。そう、
あったら鳴らさずにはね、鳴らさずにはいられない。そうそうそう、これ見といてね、これ見といてね、これねいいとこで鳴らしますんで、あの、はい、絶妙な振りをお願いします。頼むぜ、はい長谷川さん、あれ、あ、え、長谷川さん、ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージね、高木部伝説、びっくり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 、そう、高木部伝説すごく反応してくださってる。僕はね、ドリフターズが大好きで、もうだってあの思春期の頃の夕方夜のもうお楽しみですよね、土曜日のお楽しみですよね。あれってさ、1969年だったかな、あ、8時だよ全員集合が始まったのが、お、69年だったと思う。うーん、僕まだ生まれてないんですけど、その頃って、それからそうですね、ちょっと経って生まれたんですけど、うんうん、69年はほら、うんうん、まだ志村けんさんがいなくて、はい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 、68年だったかな、9年だったかな、うんうん、そのあたりなんですけどね、うんうん、その前にもうドリフターズ結構売れてたりするじゃん、はい、映画とかもいっぱい撮ってて、うーん、そう、映画も面白いのよ。うーん、伝説のビートルズの前座もやってたしね。あ、そうですね、うん、その後ですよ、番組が始まったの。うん、知ってる伝説 の、 ん、あのドリフターズが前座で出たやつ。あ、いや、あの、私は見たことはないですね。見たことない映像は、はい、YouTube で見れるよ。お、見れるんですか、うん、YouTube で。ちょっとだけ、すごい、最後にさ、すげえ演奏して、うんうん、で加藤茶さんが、うんうん、バカみたいって言って帰っていくわけ。へえあれ面白いよ、面白い、超いいね、めっちゃ好き、素敵。なんかで昔のドリフターズはバンドのネタ、うんうん、もう結構やってたんです。なんかそれはちょこちょこ見たことがあります。はい、To the Hustle とかってやってたわけそう、演奏もね、なんか素晴らしいですよね。はい、私もドラマーなんでね、加藤茶さんをよく見ますが、うんうんうん、うまいよ。うーん、映画とかでも結構叩きまくってるしね、うん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 、好きでしたね。今俺夜寝る前はね、いつもドリフターズ見るドリフターズ見ながら寝てるあの昭和のねチャンネルですね。そうなんですよ。はい、はい、カープボーイさん、はい、読んでもらおうかな。あれ多分めっちゃマキがめっちゃマキが言ってたんですね。演奏すごい早くしていたもんね、もっとゆっくりの曲だ神。めっちゃマッキー、どういうことだろうな、ね、多分例えばさ、うん、ドリフターズ、あの8時だよ全員集合、うんうんうん、エンディング、うん、ババンババンバンバン、お風呂入れよとかあるさ。はいはいはい、あります、エンディング。あれ、あの曲さ、うん、あれ生放送だから、うん、ゆっくりやるときもあれば時間合わせてね。あー、で、すんげえ時間ないときって高速なババンババンバンバンもあるわけよ。あれのことかな、どうだろう、カップボーイさん。あー、なるほどね、うん、そっか、生放送だからね。生放送だからいいですよね、生放送で。そんな1分半であのエンディングを終わらせないといけないって言って、ちゃんと計算してテンポ出すんだわな。すごくね、すごいすごいすごいよね。これドラマーとしてはちょっと見習いたいところだわな。あー、そうそうそう、テンポってあるじゃん。ありますあります。例えば数字で表現するじゃん、テンポ60、はいはい、テンポ60が1分の長さだから、うんうんうん、ね、そこで計算するんだろうね、うん、あ、なるほどね、うん、カープボイスさんもう一個来ました。はい、ビートルズの前座の時の見たことあるけど、あれ めちゃくちゃ早く焦らされていたみたいに感じた。焦らされていた、じらされたとかな、じらされた、うん、うん、そう、そうだよね、そっちの話か、うん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 、ビートルズの前座もね、はいはいはい、早くビートルズ出せみたいな雰囲気だったしね。あー、でもまあ、うん、そうかもしれないですね。でもドリフターズ以外にももうちょっと前座いたんだよ確か。あ、そうなの、ドリフターズだけ確か。結構なんか豪勢にやりますね、うん、でビートルズは30分だけみたいな、っていう時代ですよ。あ、そうなんだ確かね、1時間ぐらい、ね、やっても良さそうですけどね。そうなんだよね、うん、であの頃ってほらスピーカーとかもないから、あ、全部直だわけ、アンプとか。あー、自家つなぎ、武道館だよ、聞こえるわけないよねすごいよね、すごいですね。あれから考えると今のね機材ってすごいよね、めちゃめちゃ高性能だ、ね、高性能ですよ。ビートルズはもう本当にすごいバンドですよ、うんうんうん、うん、
ビートルズとかもやっぱりあれ仕事上はやっぱり聞いてたりする？あ、もうしますよしますよ、うん、歌ってもいましたしね。そうだよな、うん、今も歌ってるもんな。そうですね、はい、I saw her standing there とかな。はいはいはい、そう、もう超有名どころの、うん、もう今の世界の音楽を作った礎みたいな、うん、本当にね、もう青春時代をビートルズと共に過ごしたっていう先輩方の話もすごく聞きますからね。ビートルズ、ベンチャーズ。ああ、そうですね、ベンチャーズ、ね、はい、そこからジミヘン、うんうん、パープル、セッペリン、うんうんうん、ね、で僕はチェッカーズチェッカーズ好きでしたよ。いや、もうどっぷり、はいはい、また15分喋っちゃった。あっという間によし、今日もここにたくさんメッセージを送ってくださいませ。はい、お願いします。797@fmgino1.com 797@fmgino1.com こちらの方までメッセージよろしくお願いいたします。はい、今日テーマどうするテーマどうします。今日テーマどうしようかな。音楽にする？お、一応テーマ決めとこうか、うん、どうせテーマ変わるけどあれにしようとかってなっちゃいますからね。だから一応は決めましょうか、うんうん、音楽にしましょう。音楽にしましょうか、ね、音楽幅広いから。そうですね、そこからね、こうちょっといろいろとこうなんていうの、幅広げていって、はいはい、話できたらいいかなみたいな。お、なんか音楽の話しないといけないの？おお、あれあれあれ、今日1時間じゃ足りなくね？もう16分過ぎてるけどもうあっという間に16分過ぎたところで、あ、まあじゃあ一応音楽にしておきましょう。はい、今日はね、早速リクエストあったんで、うん、そのリクエスト曲からかけたいと、はい、思いますが、はい、リクエストね、全然受け付けてますんで、はい、いつもさ、うちの番組2曲しか流さないじゃん。そうですね、たまには4曲ぐらい流す音楽がテーマなので今日音楽テーマだから、はい、スペシャルで、リクエストがあれば、はい、あればかけたいかなと。なので一人一曲と言わず遠慮なさらずどしどし、うん、はい、リクエストして何か聞きたい曲があればよろしくお願いします。 そうだね、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ先に一曲かけたいと思います。はい、筋肉少女隊で高木ブー伝説。懐かしい。バブルだよね。もう時代が。でもこの頃にちょうどバックフスランプとかもいたから。なんかせめぎやってて、バンドブームだったし。バンドうまいし。CM 明け一回テープで入れてからやろうか。もうすぐ行っていいです。うん、まるで高木ブーだ。高志コンパス。ヤンバルクイーン。ヤンバルクイーンです。初見です。あら、ありがとうございます。ボールマッカートニー武道館来日公演、最高の盛り上がり。おヤンバルクイナさんはもうヘビーリスナーさん。ヤンバルクイナさん、はい、おー、いいね、聞いてくれます。バックスランプのムリネダさん一緒にって曲があるの？ある。あー、聞いたんだけど、無理だ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 っていう曲がある。ちょうど同じ時代だと、同じ時期だと。なるほど。もうあれ2曲目は爆風するんです。無理だって曲だよ。無理だ、うん、高木ブー伝説めちゃめちゃかっこいい。かっこいい、これめっちゃかっこいい。うん、日本インド化計画とか。ああ。俺にカレーを食わせろ。ああ。それがチェリオのやつだ、うんうん、これ高木ブー伝説、うん、
ラップ2つあるんですけど。ラップはい、2つあります。決定版と、なんかもう1つ決定版って言ったらいいか、分からんけど。あ、でもそうですね、ラップではないよ。もう1つのやつはなんか1分くらいしかない。はい、はい、あ、すごい、ね、そう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 、この時もブワーッ、そのノリですよね。あ、クラクラする。すげえことだ、マジで。すごい。やばい、皆さん音楽関係の。あららら。なんかお仕事。あら、そうですか。あら、どこかで繋がってるかもしれません。ヤンバルクイーナさん。ね。次やる。うん。景色やな、酒飲みて。やばい、酒飲みて、バーボン飲みて。そんな感じでしたっけ。生田さんってそんな感じでしたっけ。バーボン大好きなんですよ。ロックでなんですか。ロックで。こんな曲のテイストで飲む感じですね、バーボン。まあね、それもありだよね。ゆきとなのヤシガテイスト。この番組は仲間とワイワイ楽しくクラブバイラス国際通り店マニラ近店、楽器レッスンならお任せ大東音楽院、バンドリハーサルやレコーディングにサウンズグロー、沖縄から世界へジャズライブイングーワの提供でお送りしております。はい、高木ブー伝説。ブーブー高木ブーいいね。ちょっと頭をこう振りながらリスンして、元気になるね。ねえ、ライブって感じですね。ねえ、そしたらやっぱり反応あるわけですよ。ねえ、本当に。もうカープボーイさんがさ、うんうん、爆風スランプの無理だ。最初に聞いた時はなんだこの人たちと思ったけど、はい、あとあといい歌をいっぱい歌っていきよったよね。たくさん、ね、たくさん。本当ね。本当に、大きな玉ねぎの下でとかね。名曲ですね。あれ、大きな玉ねぎの下でってさ、うんうん、うちなんちはさ、うんうん、何のこと言ってんのかなってなんか思わんかった、うんうん、そう思ったんですけど、うん、友達が教えてくれたんですよ、うん、なんか ドームのこと、ドームですっけ、日本武道館のこと、日本武道館のこと言ってるのか、うん、はいはいはい、そう、日本武道館のね、本当に九段下の坂道って本当にあって、うん、あ、で僕も武道館に何度かライブ見に行ったことあったから、はいはい、それでうん、あ、これのことかって、うん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 、初めて知った。うーん、21の冬、21の冬曲のタイトルみたいに21の冬、21の冬にね、フミヤのコンサート見に行って、あ、日本武道館に、すごそうですね。その時に初めて見たのよ。わお、キャー、俺これフミヤのコンサート行ってんのにさ、藤井フミヤさんのコンサート行ってるのに、はい、大きな玉ねぎの下で歌いながら帰った。もうご満月で帰ったんですよ。超ご満月で帰ってるじゃないですか。藤井フミヤソロライブ行って爆風スランプの歌口ずさみながら帰るっていう。いや、確かにね、本物聞いた後になんかね、ちょっとなんかもう相当感動してしたんでしょうね。両方とも本物だからね、俺からすると。そうですね、うん、大きな玉ねぎの下も本物だし、うん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 、藤井フミヤ自体も本物だし、いやーすごいですね。藤井フミヤさんのソロコンサート、ソロコンサート、
ちょうどね、あれアナザーオリオンあたりが売れてる頃、ああはい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 、行ったんすよ。うーん、ああもう死ぬかと思ったよ、感激しすぎて。感激し感激しもう一番いい死に方ですよね。マジで倒れそうなった。うーん、いやーね、そういう思い出もありますがね。今日ね、はい、初見の方がね、コメントくれてます、ありがとうございます、ね、ヤンバルクイナと申します。初見です、初めまして、初めまして。ビートルズの話が出たので、ポール・マッカートニー武道館来日公演は最高の盛り上がりでした。いいなー、ポール・マッカートニーの、 あの武道館、いつぐらいなんだろうね、90年代も来てたかな、ね、確か2000年入ってたっけ。そうそう、何度か来てますよね。ねえ、来てて、前にライブハウスで歌ってる時にこのどっから県外から来てくれてるお客様がいるんですけど、はいはい、そのポール・マッカートニーの多分武道館の来日公演の T シャツ、おう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 、来てくれてるお客様。ああいいね、そうなんですよ。わあ、行ったんですかって言って、行ったんだよって言って、いいよね。そう、しかもあの左利きだしね、ベースの弾き方がね。ビートルズはあのなんていうの、シルエットがまたいいって言うからね。そうなんですよ、もうポール・マッカートニーのベースはすごい歌心があるとよく言われてますよね。ねえ、本当にいいですね。いいですね。ありがとうございます、ヤンバルクイナさん。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。うん。ね、ヤンバルクイナさん、筋肉少女隊は友達が音響をしてました。なんだと？ヤンバルクイナさんの友達こいす。すげえ。すんげえハードロックの音をこう ちゃんと調整してたんだ。ねえ。すごい。ヤンバルクイナさんは音楽関係のお仕事なんですかね。ああね、なんですかね。どっかで会ってたらよろしくお願いしますですね。そうですね、なんかもしかすると、もしかするかも。そうですね。そしてヤンバルクイナさん、法則でポールは2018年前後。そうだよね、それは変だよね。なんかほらコロナ前で、でちゃんと来てたんだけど、またね体調崩してね、一回キャンセルか延期かにもなってた時期だったと思う。あ、この頃。そうだったんですね。そうそう、結構ご高齢というか、もう今いくつだろうね、ポール・マッカートニーね。70、80手前ぐらいまで いくのかな。ですよね。今あれか、ご存命のビートルズメンバーはもうリンゴとリンゴスターとポール・マッカートニーだけかな、うん、今かもしれないですね。リンゴスターはすごいよ、またドラマ。リンゴスターもまた左利きなんですよ。あらー、すごいよね、ビートルズ左利きが2人っていう。すごいですね、あの時代で。うーん、まあね、左利きがなんか昔はさ、うんうん、なんかちょっと珍しいじゃないけど。あ、そんな感じです。今はもう当たり前だけどさ、うんうんうん、でもよく考えてみて、うん、世の中のさ、こう例えばドアの扉とか、うんうん、全部右利き用でしょ。まあそうですね、うん、左手で開けるやつないでしょ、うんうん、だからね、右利き用で世界の商品って多分基準作られてるはずなんだよね。うん、あ、そうですよね。それ考えるとね、ちょっとあの当時はちょっと珍しがられてたのかなとか思いながら、うん、確かに今はね、もう本当多いからね、もう半々ぐらいじゃない、右も左も。うーん、生田さん何利きでしたっけ。俺なんかもともと子供の頃左だったらしいけど、直されてんだよ。ああ。そう。俺らの時代直されるのよ。直されるのか。うん、右利きに。へえ。直されるの。へえ。とか、いまだにたまに左でなんか物やったりするけど、ああ。基本右。あ、でできるんですね。うん、へえ。ご飯はでも左で食べるよ。あ、ご飯は左、ね。ご飯は左。へえ。野球も左の方が当たる。あそうなんです、やっぱ左っ子なんです左っ子ってなんだろうな、右の方が飛ぶよ。あーそうなんですね、飛距離は右の方が出るけど、うんうんうん、当てるのは左の方がうまい。そうなのよ。あ、ヤンバルクイーンのさん、ほら、ヤンバルクイーンのさんは昔右利きに強制で直されてましたね。そうなのよ、強制で直されるのよ。僕もそういう口です。そういう口でした。そういうあれでございました、時代でございました、ね、多分あれかな、ゆきとさんに対する質問かも。バーボンいいですね。お、サザンコンフォート知ってますか。サザンコンフォートなんか知ってますよ。サザンコンフォートって多分バーボンだけど、うん、合ってるかな、上流種じゃなかったかな、
か蒸留酒っていう種類のお酒。おお、まあ、サザンコンフォートってすごく聞いたことあります。俺飲んだことあるかも、うん、しかも僕のね先輩のミュージシャンがね、うんうんうん、このサザンコンフォートっていうタイトルをつけた曲を作ってました。へえ、懐かしい。すごい、こういう意味で作ったのか俺の先輩。多分もしかしたらお酒のあのそのネスタンコフォートタイトルにつけて、うん、なんか歌ったのかもしれないですね。なんか今思えばこの人、このオリジナル曲なんだけど、うんうん、この人のバックで僕も叩いてたんですよ結構ドラム、うん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 、でこの曲好きだったんですよ。おー、そうか、バーボンのあれだったんだ。おー、道理で俺が食いつくわけだ。今夜はサザンコンフォートじゃないでしょうか。今夜はサザンコンフォートですね、うん、今日夜はライブもあるしグーワで、はい、あ、そうですね、グーワで、うん、今日はあのライブ配信。そうなんですよ、今日実はね、はい、夜、うんうん、だいたい夜9時15分ぐらいから、うん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 、Facebook 上でですけど、はい、僕うちらの番組の、うんうん、スポンサーにもなってくれてて、はい、オーナーのアーキーもね、そうですね、はい、うちにゲストで出てくれましたが、はい、今日ねそのグーワでねフェイスブック上でライブ配信やるんですよ、うん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 、今日久しぶりに、うんうん、もしねお時間ある方、はい、サザンコンフォート飲みながら、一緒に飲みながらね乾杯しながら、はい、今日はもう一般客も入れつつお店に、はい、うんうんうん、入れつつ動画配信も同時にやります。うん、うん、多分ね1時間ぐらいって言ってるけど配信ね、うんうん、いつものように2時間やると思いますよ、うん、フロムプレゼンコマネチ楽団、まあコマネチ楽団ですよね。コマネチ楽団はね本当にみんなおしゃべりたがりだからリーダーが一番おしゃべりたがり、ね、フロントのもう、はい、あいつがねいつかうちの番組にも呼ぼうと思ってますが、ちょっと楽しみ僕同級生でね、はい、一人いますんで、来ていただけたらすごくテンションが上がる、ね、呼びますよ。じゃあ、嬉しい嬉しい。いやそれもお楽しみにということで、はい、今日ねぜひお時間ある方、ね、9時頃から配信、はい、Facebook、はい、でライブハウスインジャズライブイングーワで検索したら出てきますかね、ページの方。そうですね、グーワさんのページから、はい、うん、ライブ配信見れますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、はいはい、サザンコンフォートモモベースのバーボン。モモベースのバーボンか、そうか、ね、美味しそうやね。俺絶対飲んだことあるとは思いますが、香りが多分すごく良かったイメージが私も。そうやな、カープボーイさん、はい、バーボンバーボンバーボンボン天才一家だボンボン、ね、どんな人だね。バーボンバーボンバーボンボン天才一家だバボンボンボンボ ン, ボンワイルドターキー12年そうか、そういう感じか。ちょっとスーパーウル覚えで歌ってしまった。多分そんな感じだなって思いながら、うん、これでいいのだですわな。最高だね、これでいいのだありがとうございます。バーボン超好きですバーボンでいいのだバーボンでいいのだはい、あ、音楽の話をしてくださってます、はいはい、ありがとうございます。はい、音楽の話。1972年に里山豊さんの LP 作るのに、うん、当時スタジオがなかったからラジオ沖縄のスタジオを借りて、生ドラムは角田博さんで、おー、角田博さんだったんだ、ギターは高中正義さんをで呼んで、音が反響しないので、うん、布団とか毛布とかスタジオにかぶせて収録したって言ってて大変みたい。マジで、へー、ラジオ沖縄でしかもすごい。今あの西町かなにあるラジオ沖縄かな。あ、前はねでもね泉崎にあったんだよ確か。うーん、坪川と泉崎の間ぐらいかな、うんうん、坂の上の途中、上の上りきったとこか、うーん、城学公園に向かう、城学小学校に向かうとこ、はいはい、に確かラジオ沖縄あったと思うんだが、うん、あの当時かな。うーん、でもそっか、沖縄にスタジオがなかったのか、うんうん、那覇になかったのかな、うんうん、沖縄市にはあったような気がするな、72年頃だと。なる、あ、うん、僕生まれてないですけど、うん、復帰っ子なんで、復帰っ子なんで、復帰っ子、
72年、うんうんうん、72年ってちょうど復帰の年だから、うん、そうそうそう、あらまあ、なんか貴重なお話ですね。ね、マル秘エピソード。佐渡山豊さん今でもすっげー大活躍で。そうですよね、はいはい。でそこの今サポートギターというか一緒に活動してる、国吉亮君、はいはい、ギタリストのね、はい、亮君とも僕たまに一緒に仕事しますけど、うん、ロックですよ。ね。だから佐渡山さんもフォークソングでね結構ボーンって出てるけどね。はい。やっぱハートはロックなんだろうね。あスピリッツは。ですよね。あ、まあいいね。もうずっと長くやってる人たちっていうのはね、うん、それぞれ何か持ってんだよ。うーん。長くできるよう頑張ろうぜ。なるほど。ナナさん。ね、長く。長く音楽をやれるように。本当に。末長く頑張ります。頑張ります。はい。はい。これ何？頑張るクイナさん。ドラムはここ5年以内だと。ハッピーエンドの松本隆さんと林立夫さんを聞きました。最高、林立夫さん最高。おいいなぁ、いいなぁ、いいな。これ生で聞いたってことですか。そういうことだろうね。へぇ、ハッピーエンド、え、すごい、いいなぁ、うん、松本隆さんも見たんだね、聞いたんだね、いいなぁ。もうこの辺の話したら本当に俺も大好きなミュージシャンが結構いて、あ、はいはいはい、ドラマーだけど俺なんかベーシストで好きな人も結構いたりするから、うんうんうん、ギターもそうだけど、うん、どっちかったらベーシストが好きな人多いかな。うーん、高水さんとかね、はい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 、あと大村健二さんも好きでしたね。うん、日本人のあれで言うと、うん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 、あとキーボードだと誰だ、まあ、松本さんもそうですけど、はい、井上彰さんとかね、はいはいはい、なんか結構いるんすよやっぱりたくさんいるんすよ、もう上手い人。あとバンドでいうと五大吾も好きでしたね。あー、へー、五大吾のドラマーなんて今関西かな、うんうん、の音楽学校でずっと講師してて。へえ、そうなんですね。そうなんですよ。そこの講師グループのギタリストが、うんうん、名前言ってもいいのかな、足立久美さんっていうギタリスト。あー、はい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 、久美さん俺一度バックでやったことあるんですけど、うんうん、ドラムね、はい、久美さん最近さ京都から卒業して、はい、大阪に戻ったらしい。へえ、これ多分ね最近独立してるんで、うんうんうん、多分こっから出てきますよあのギタリストは。おー、めちゃかっこいいっすよ。うーん、女ジェフベック、女ジェフベック、めちゃかっこいい。呼びたいね、いつかうちの番組に。わー、おー、ビッグ。沖縄来ねえかな。ねえ、なんかもうそろそろじゃないですかね。ねえ、本当に。そうだ、沖縄といえば、はい、ちょっといきなり話飛ぶけどいつもながら、はい、6月の25日、先週行ったかな、はい、俺、先週、うん、行ったかもしれないですね。ね、ライブありますけど、はい、世界、日本が誇る世界のブルースギタリスト、はい、菊田俊介さん、そうだ沖縄に来るから、はい、呼ぼうか、はあ、来てくれる、曜日合うかな、うちの番組来てくれないかな、来てくれるかな、何日から来るんだろうな。前、その前に多分2日間ぐらいあるんですよライブがね。あ、どこだったかな場所、23、4、5、そうです、23、4、5、26が一応最終日に、そう4日間ライブ、はい、旬さんあるんで、いや、そう4日間、そう4日間ね、うんうん、でということうちの番組火曜日だから、なんどうなんでしょうね、木曜日から演奏を沖縄でされてる、そう前乗りで火曜日に来ないかな結構前乗りです結構一緒に遊ばないといけないよ、そしたらもう、いやいや、もう接待接待、もうゼガヒでも、ゼガヒでも、あ、いやー、なんか考えとこはいはい、あ、ヤンバルクイナさん、はい、KY てんてんてん、 KY 井上さんもハッピーエンドと一緒でした。あ、そうだよね、はい、そうだよそうだよ、井上さん、井上さん、井上、うんうん、今も大活躍ですよ、うん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 、あの、わかる？ BS の番組で昔の、うんうんうん、ザ・レコーディングっていう番組、そう今俺が名前出した、凄腕ミュージシャンみんな出てる。へえ、かっこいいんすよこれがまたこの番組。うーん、
いろんなボーカルゲストさんだったりあのプレイヤーゲストさん呼んでセッションするんですよ。うーん、既存の曲を、はいはい、まあ、カバーですな。はい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 、うん、そのね番組がめちゃくちゃかっこいい、ぜひともおすすめしたい。一回見てみたいですね。ザ・レコーディングっていう番組、うん、多分ヤンバルクイナさんも知ってるんじゃないかなと、ご存知じゃないかな、はい、知ってると思いますね、はい、思いますが、ほら音楽の話いいよ、いいよ大好きですよ普段しないからね。そうですね、普段ね本当に俺ミュージシャンのくせに全然しないからね音楽の話。逆になんかそうですね、しないかもしんないですね、全然しないね、うん、いややば、うん、ギターコン強さんね、うん、最高っすね、いいっすね、うん、もうヤンバルクイナさんと飲みに行きたいなサザンコンフォート1本真ん中に置いて、1本ど真ん中にドーンって置いて、ドーンって置いて、ね、音楽対談ね、音楽対談したいなと。うわもう41分だね、はい、早い、えらいこっちゃ。何だったさっきなんか来てたよねリクエスト、爆風スランプの。そうだそうだ、無理だね。そう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 、カープボーイさんからだった。カープボーイさんから、カープボーイさん今フォーシスターズは4人みんなで291歳ってすんげえマジか、やっぱ長くやるべきですよ。そうですね、ね、だから こういうネタも出てくるわけだから、だから平均72歳ですよね。最高ですね、やお最高です頑張りたいです、はい、フォーシスターズをもう背中を追っかけてね、はい、頑張ろうぜ、頑張りたいと思います。カープボーイさん、いい情報ありがとう。ありがとうございます。じゃあそのカープボーイさんからの、リクエストですよね。ですね、はい、はい、じゃあかけたいと思います。爆風スランプで無理だ。計算するとこが偉いね。偉いよ。あ、計算しますね。素晴らしい。あれ流れないね。あ、なんか流れてる。流れてる。流れてます。なんか、なんか最初のイントロみたいな。そう、イントロみたいなところ。ちっちゃいのかな。今結構流れてるかも。こんなバージョンだっけ？なんかこれがありました。うん。なんだこのレクイエムみたいな。ちょっとおしゃれな。もっとなんかバンドサウンド。うん、もっとバンドサウンドのイメージがある。そうなんですね。KY はキーボード。あ、キーっていう意味か。ギター、G はギター。そういう意味か。なんだこのバージョン。すごい、なんでしょうね。KY でいいか、キーボードでいいか。まあまあ、この時はこれ、キーボードで。あ、なんか、すごいね。ライブ版か。これはもう聞き覚えがある。あ、ここから。腕立て伏せ、腕立て、無理だ、ワニの腕立て伏せ、できるもんならやってみな、はい。いいっすね。懐かしい。バブルだよね、これ。なんか、ユニキリ。歌いたくなりますね、うん、どうする、もう45分だよ、あっという間喋り足んねえな3本差詰まって2時間番組ですね、長くないですね、まあまあ来るよね、来るよ来るよ、めったに音楽の話しないけど、まあでもなんでしないかって止まらんからだよね、
中国でずっと教えてる、うん、あかんげったキリンの懸垂キリンの懸垂ドラムうまいな、文通ってのもいいよね、文通、うん、時代、あ、確かに、テンプレントブルンバー、長い長い、もう CM 行っていいっすよ、いいですか、じゃあ CM 行きます。でも今なんかイントロがめっちゃ長かったから、あ、出だしが、うん、こんな長いイメージない、うん、じゃあなんか新しいあれだったの、うん、ライブバージョンみたいな、そういう時代のさ、バンドって結構ね、イントロ長かったですよ、ライブは。うん、レベッカなんかもそうだったし。うん、確かにキリンの懸垂無理だよ。首で懸垂はできるかもね。できるものをやってみるってほしい、うん、どうしても手順が気になるな、手順、あ、むずいことやってるな、音楽やりたいな、あと15秒です、はい、音楽やりたいな、なあ、最近体験が多いからよ、なあ、はい、もう早いもんで、はい、もう50分じゃないか、あっという間ですね、もう話終わらんといけんわけあと1時間やる、そうですね、延長で、延長1時間延長お願いします、お願いします、あ、すいません、もう閉店ですね、はい、もうね、今日たくさん あのメッセージありがとうございます、ありがとうございます、カープボーイさんが、はい、キリンの懸垂、よく考えたら笑確かに無理だ、久しぶりに聞いた ね、 ねえ、できるもんならやってみるんですけど ね、 ね、今日はなんか 80s の、 あの80年代の、ね、バンドバンドサウンドでしたね、バンドサウンド、うん、あと2曲ぐらい本当流したいけど、喋、うんうん、らせてあ、そうそう、カーブボーイさん、ズバリそうです、今日は食べるものの話が出なかった、ね、珍しい、こんな日もあるんだこんな日もあるんだね、こんな日もあるんですよ、もうまさしく今から食べ物の話したら本当2時間延長だよ
もうまなみさんに怒られるよ。あ、もう鳴らしすぎてね。そろそろって言って。そろそろすいません。そう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 、閉店なんですけど。タクシー呼びますかって。めっちゃ早く返したい。早く返したいって。めっちゃ早く返したい。はい、もうね、ありがとうございます。あ、ヤンバルクイナさん。フランキーバリー、85歳現役。現役。現役。85歳やで。わお。かあ。85歳現役行ってみたいですね。かっちょいいね。やっぱね、なんかこうやってる以上さ、うんうん、こう現役のままこうぼつりたいっていうのあるよね。あー、そうですね、うん、引退なしで、そう、もう生涯、生涯現役、生涯現役すごいですよね。一応本当に生涯現役はこれで行きたいね。うーん、できるもんならやってみなですよ。現役、現役、無理だ、俺の現役。無理か無理だって言って。させろ。俺に現役させろ。やれるもんならやってみな。へい。あ、ずれた。俺に現役やらせろって。今度筋肉少女隊で俺が攻めてやる。攻め。現役の歌。現役の歌。現役の歌。もう、あ、今日なんかこれだけで話せそうだな。そうですね、いいな。いやー、よきよき。もうね、俺の好きなミュージシャンとかでも、うん、もうミュージシャンに限らず僕はスポーツとかも全般的に好きだったりするし、はい、ほらプロレスとかさ、うん、僕大好きなんですよ。はいはいはい。ジャイアント馬場さん、はい、1999年にお亡くなりになったけど、うんうん、ジャイアント馬場さんは生涯現役を貫きました。うーん、すごいですね。ああいうご職業というか、なんかもうレスラー、はい、レスラー体、ね、一つで、はい、ね、あのしかもああいうハードな、ね、はい、試合をこなして、はい、生涯現役で終わったってすごいですよね。いろいろとプロレスっていうのはね、あの言われますけれども、うん、インチキとかさ、いや、よく言われますが、いや違いますよ、あれは命かけてますから。本当にあんなに命張ったエンターテインメントなかなかないですよね。本当に、はい、僕は大好きです。うん、馬場さん61までやったんですよ。うーん、で61手前ぐらいまでもう本当ギリギリまでね、うん、リングに立ってやってました。ちょっとそうなりたいですな。ねえ、本当に、はい、カープボーイさんから。カープボーイさん、ザ・アルフィーもそういえば3人で200歳超えたって話していたような気がする。あは、あ、もう超えるかね。え、そうかもね。すごいですよね、そう考えたら。70年代やもんな。70年代の後半ぐらいからデビューしてるから。確かそんななんか感じはしないですけどね。メリアンとかあの辺でドーンって出たけど、まだまだ全然現役な感じありますけどね。うん、でプロレスラーで言えば藤波辰爾はまだ現役みたいよ。あ、そうか、あの人も70近いんじゃない。そうかもそうかも。そう、武藤圭司は今年60歳になるけど去年チャンピオンベルト持ってたし。持ってた。マジで武藤まだチャンピオンベルト持ってんの。まあ、確か腰相当悪いと思うよ。わあ、うん、天竜源一郎とかね。あ、はい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 、はい、うん、面白いよね。天竜と長州のトークコーナーとか面白いよね。そのなこれは、うん、テロップはちゃんとあるんですよね。テロップないと絶対わからないですよね。要テロップですよね。でもほらもうさ今そんなに試合しなくなってるから、はいはいはい、あのそういう感じで今若者たちにはすごい人気だけど、あ、はいはい、僕らの時代はもう現役バリバリだからレジェンドですよ ね、 多分ね。レジェンドですよ。うーん、もう長州力なんてもうめっちゃかっこよかった、うんうんうん、藤波辰爾のかませ犬宣言とかね、あれは長州か、うんうんうん、藤波とアントニオ猪木の、うんうん、なんかやり取りとかさ、うん、髪切る切らないみたいなさ、あ、やり取りとかあるわけ。へえ、面白いわけよ。昔ゴールデンタイムでやってたもん、テレビで。へえ、夜7時くらいからプロレスやってたんやで。そうですね、なかなか見ないですよね。本当に今じゃ考えられないけどね。うん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 、大好きだった。うーん、ヤンバルクイナさん、長州さん最近はバラエティに染まってる。そうそうですよね、面白いからね。面白いんですよね。YouTube チャンネル見てても面白いよね。え、本当に。でもなんかあのね、千鳥さんの相席食堂ぐらいで、相席食堂な、飛ぶぞって言ってね、飛ぶぞ、もうみんながもうね。
もう昔から長州五六ってあったからね。やっぱ五六、五六を産む人はやっぱ産み続けるんですね。そうなんですよ。あったんですよ、うんうん、昔から。うんうんうん、もう終わり？え、あと1分だよ。あ、大変だ。どうしよう。やだ。もっと喋りたい。やだもうあと1分だなんて。うわー寂しいけど終わろうか。ねえ、そう。もっと喋りたかったな。ねえ。もう今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ありがとうございました。この番組は皆様のメッセージ成り立ってますからよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい、またお会いできることを来週、楽しみにしながら今日は別れましょうか。ね。名残惜しいよ。名残惜しいよ。今日もじゃあ元気よく最後のタイトルコールしますか。しますか。じゃあね、また来週ね。ゆきとななの、八ヶ テストを終えたゆきとと奈々でした。また本当に来週。来週。